するしない？ひなたの部屋、ごさ乾杯。乾杯。お疲れ様です。さあ、というわけで今回のゲストは小林ゴープロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。てか、マジお疲れ様でした。一回打つだけで結構大変でした、ね、これがなんか出されるのがあの後だといい、匠の後だといいですね。そうじゃなかったらこれ 何を疲れたってこの人言ってんだって。3時間ぐらい打ってたかね。一半ちゃんを3時間かけて打つことないですもんね、うん、たまに遅い人とやって2時間ぐらいかかるけど。失礼ですよね。はっきり言ったけどね。ゴーさん、はい、ゴーさん甘党じゃないですか、噂の、はい、だから買ってきたんですけど、何がいいか、プリンかロールケーキかシュークリームかなんかもちもちロールみたいなやつ。あ、それシュークリーム持って帰ってください。じゃあシュークリームもらっておきましょう、うん、どれがいい、どれがいい。私これ一緒に食べます。それにしようか。はい、食べよう。え、ゴーさんのスイーツ食べる姿とかかわいい。かわいい。かわいいな。どうですか、嬉しいっす。かわいい。待って、ゴーさん今年おいくつでしたっけ。42です。42歳と今ソファー並んでロールケーキ食べてる。ゴーさん普段から甘いものばっか食べてるんですか。はい、甘いもので生活してるんで、主にプリンとシュークリームとアイスで生活してますね。なんかすごい、これから頑張って売り出したいチパアイドルと同じようなこと言ってますね。いや、本当だ。本当？ご飯食べないんですか、うん、主食。あ、ご飯も結構食べるんだけど。おかずか甘いものってことですか。うん、基本的には、うん、甘いもので。自炊はしたことないですね。20年ぐらい前にしたことはあるぐらいですね。お家にフライパンとかないんですか。ないです。炊飯ジャーとか捨てました。いや、炊飯ジャー捨てたの。20年前ぐらいに使ってたのをなんかちょっと前に捨てた気がします。42だから22歳ぐらいの時に。そうですね、あったけど捨てちゃったんですか。うん。いや、待って、家電は何があるんですか、家に。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジがありますね。冷蔵庫はあるんだ、うん、電子レンジは温めることには使うってことですか。そうそうそう、電子レンジとポットだけはあるんで。ポット使ってるんですか。お湯を作りたいときは。お湯を作りたい。ガスはガス引いてます。ガスね、ガスコンロあるけど、うん、この前なんかガス屋さんの定期点検みたいので、うん、これは使わない方がいいですよ。え、それは何、もうやばいってこと。古すぎるんで危ないですって言われて。ポットに頼ってるんですか、うん、使わないんで大丈夫です。使わないんだ。はい。なんか生態が謎じゃないですか、こうさんのプライベートが。そこもなんかちょっとずつ聞いていこうと思うんですけど。ちょっとだけね、うん、最近のこうスイーツでおすすめはあります。こういろいろ食べてるおかずでしょ。最近のスイーツ、うん、毎日いっぱい食べすぎててね。まあ、でもこれ実は一度食べてみたかったやつですね。今食べたやつ。今食べたやつどうでした、はい、リピートしてくれる。期待通り、はい、美味しかったです、ね、よかった、ゴーさん喜んでもらえた。え、ゴーさんは好きな甘いものの中でも1位はあるんですか、ランキング1位。いや、1位は難しいですね。本当目についたアイスとかを食べるんで。目についたアイスを食べるってどういう日本語ですか。はい、なんか買いに行ってるみたいな。え、どういうこと、うん、今日はこれ、今日これみたいに。みんな好きみたいな。そうですね、あれもこれも好きタイプなんですね。はい、最近おすすめのアイスはなんか信玄餅アイスみたいな、うんうん、なんか棒状になってるやつがあって、あれ美味しいって噂ですよ ね、結構食べました。結構食べましたね。マジか。家に3本ぐらいあったりしましたね。え、じゃあそれ皆さんにぜひ食べてもらいたいですね。はい、信玄餅アイスおすすめです。ぜひ食べてください。コウさん、友達とかと喋るときもそのテンションなんですか。大体こんな感じかな。うん、なんかギリギリ私に対してもこう敬語を使ってくれるようなイメージなんですけど、ギリギリというか、あんまりなんかこう
なんだろう、一定の距離感を2人は保ったまま終わるじゃないですか、いつも。お互いの多分性格のタイプがあって、うん、でももうちょっと仲良くなれたらなと思うんですけど。え、結構仲いい方なの。あ、本当すげえ無礼なこと言っちゃった、どうしよう。そうでもねえと思って、あ、ごめんなさい、そうですね、仲良かったですよねこのぎこちない距離感やばいですよね、見てる人もなんだこれってなりますよね。私の家ですコウさんに結構仲いい方ですよ、うん、そう、でもね、LINE を結構まだする方ですよね。なんか買った時とかおめでとうとかくれますもんね。あ、なんか業務連絡のついでにねあれ業務連絡だったんだなんかのついでじゃなかった、喜んでたのに、あれ業務連絡だったんですか、のついでにお互い今日傷つくのやめません、友達じゃなかったみたいなのに嫌だ、傷つくし、あれ業務だったもん、ちょっと傷つくし。いや、でも買っておめでとうの気持ちはあったんで、あったの、よかった、うん、じゃあ。それで、ゴーさんに、あの、麻雀やってるゴーさんの姿って結構今、いろんな動画で見れるじゃないですか。うん、でも基本的に、なんだろう、中身が見えないというか、なんかほんとロボットみたいな感じで、感情も感じないし、なんて言うんだろう、どんな生活スタイルなのか、もっと探りたいんですけど、まずだってガスコンロが死んでるでしょ。ガスコンロ死んでる、死んでて、ね、フライパンとかなくて、まな板と包丁はある切り刻めるそうそう果物とかもらった時一回もない、自炊。目玉焼きやったことは、あ、だから昔はやってたよ、20年前ぐらいはやってた、二十歳ぐらいの時ってことか、うん、なんか手間の割にまずいし、目玉焼きが、あ、目玉焼きは大丈夫だけどなんか作ってもなんかあんま美味しくないし、自分の手料理が量は多すぎるし、うん、そうそう、あなたも差し加減でしょ、時間はかかるし、なんかね、あんまり作れない、割に合ってないってこと、うん、それでやめちゃったんですか、うん、残って腐らせるしね。もし彼女が料理を作ってくれたら、それを喜んで食べてくれるんですか。うん、あ、それはいいんだ。もちろん片付けとか手伝ったりはしてくれるんですか。手伝うかもね。疑問文なんだ、それは多分手伝うと思いますよ。自らやるタイプですか。まあ、手分けしてみたいな。手分けってなんですか探し物みたいな言い方するけど、うん、分担ですかね、手分けというか分担ですかね、うん、ただやってくれるタイプなんだ多分。あんまりやったことないけど。元カノっていつ頃までいたんですか。今全然いないじゃないですか。全然いないですね、うん、今全然いないっていうのも失礼なんですけどいないじゃないですか。いつ頃までいたんですか、うん、今42。ちょっと私遡ってくんで、ストップって言ってくださいね。まあ、そういうの言うとなんかいろいろ問題が起こるといけないので、ね、ちょっとやめときましょうか。結構曖昧、そこは結構曖昧な感じ。でも彼女はいたことある。いたことはありますね。なんか甘いフェイスですもんね。そう、うん、甘フェイスでしょ。もう最近太い醜いおっさんになってきて、甘いもの控えたらそれもなくなりますよ。いや、甘いものは控えないんで、むしろ米とかを減らさなきゃな。あ、え、米を減らしてもこういうのを減らさないんですか。そうそうそう、あ、なんてこと、多分無理でしょうね、そしたら、うん、でもゴーさんってなんか昔の写真だとすっごい遅いですもんね。そうなんですよ。よく出ますよね、あの昔のこの麻雀系の動画とかの時に、ちょっとゴーさん、あ、若いゴーさんみたいな、うん、結構動画見るとドシッとしてて、あの昔のテレビ見てましたっていう人に言われて、昔小林さんっていうプロの方がでモンド出てましたよねって言われて、うんうん、出てた、あ、それ私ですよって言ったらいや違う方です力強く否定されて、いや別の方で小林さんっていう方出てたんですよって言われて、いや私しか出てないやつですというのを一生懸命説明した記憶はありますね。切ないですね、説明してる過程も、うん、はい、その人は未だに多分違うと思ってそうですけどね、うん、その頃と何キロぐらい今差があるんですか、体重。多分20近く違うんじゃないかな50代から70代になってるんで。え、20年前の話した時に20キロ違うんですか。そうそう、1年1キロぐらいこう、うまくこう増やしていってる、コンスタントに、うん、今70キロ台ってことですか。70キロ台ですね。そうなんだ、まあ、80代に行かないように頑張ります。なんか、あと何キロかは言えない。あと何キロかは、まあ、自分でも分かってないんですけどえ、運動は、運動はたまにチャリになってますね
移動の手段、ね、移動の手段ですか。家から駅までチャリに乗ってますね。普通の電動じゃないやつ。電動じゃないやつです。何分ですか。10分ぐらい。大したことない。それが唯一の運動ですか。そうですね。お風呂は湯船派シャワー派。あ、湯船に長時間入ってます。あ、女子力高いじゃないですか、うん、そしたらそれなら結構汗かくし代謝良くなりません。もう汗かくだけの困った太いおっさんになってますね。発汗のいいそうそうそうおっさんみたいな、うん、やばいね、すごい面白いですね、郷さん、うん、汗かいて、お風呂で汗かいてちょっと10分チャリこいで、うん、でも太いってね太いっていうジャンルじゃないんだけどな、うん、私的には郷さんはそれはそう見えないようにごまかしてるだけで。あと普段なんかスーツのイメージが強いからこうやってほら私服でしょ。ほらあの太さごまかしてる。私服の見せ方これで寿司三昧と一緒ですよ。ポーズ合ってます。この太さごまかしたこの緩い感じでね。お腹がすごいの。え、どこがすごいんですか。ガタイはもともとなんか骨が太いとかじゃなくて。あ、まあなんか全身太いですね。全体的に均等についていくの、うん、あ、じゃあそれはいいことじゃないですか。あの一箇所にいっぱいついちゃうより鍛えてるとかなんかね勘違いをされてね。うんうん、なんか筋肉ありそう、うん、ないんですよ。え、肉質はプニプニなの。お腹とか足とか二の腕とかどうなの。全体的にプニプニしてますね。なんか今のところもうゴーさんは女の子みたいですね。じゃあだってスイーツ好きで、うん、お風呂長時間入ってて、うん、ちょっとで自転車こいだの運動と呼び全身プニプニしてる。肌も白いし顔も可愛いし、ほぼ生態は女子ですよね。そうなんですかね。甘いもの食べて生活してますとか言っちゃってるし、ね、結構42歳のまあ失礼ですけどおじさんには、うん、なかなか出てこない言葉なのは理解されてる。そうですね。そうですよね。確かに周りの42歳見ると、ね、もういやもう明らかなおっさんばっかりですね。待って、42歳の麻雀プロ誰他に。あ、村上純っていう。あ、近くにいた。すごい。え、村上さんって42か。もう3になったかなぐらいだけど、まあ、同学年でもう20年前から一緒にいる感じですね。すごい分かりやすい。でもなんかプニプニしてるの一緒ですね、まあ、村上純もね多分ねひげ剃れば相当若いです、うん、でも村上さんの方がさらにプニプニしてますよ。ひげ剃らないですからね、あんまり分かんないですよね、ひげないの、うん、あとは他にいる最高位戦だと宇野浩介。宇野ちゃんだ、うん、宇野さんもちょっと変わってるし肌ツルツルですよね、あとは麻雀連合だと三上っていうなんか。あ、三上さん分かりますよ、でもなんか全体的にちょっと変なこと多いですね、同学も、うん、変わってる方が須田芳樹とか。あ、だいぶ変わってますね。だいぶ変わってるし、どんどん変わってますね、うん、まあ、村上さんも変わってるし郷さんもちょっとね、うん、変わってますしね。誰がいたかな、まあ、結構同い年いるんですよ。キャラ濃いですね、うん、みんな、うん、そんな中でもうプロ歴がもう20年以上ってことですよね。23年目。23年目、うん、もう人生の半分以上をプロ。そうですね。活動してて、うん、仲いい人とか いるんですか。仲いい人まあいるような気がする。お友達います。お友達ね、まあちょっとはいるんじゃない。例えば出てきます。例えば最高位戦の沖野っていう人とか。沖野さん私も仲いいですよ、うん、まあ、村上とか石橋とかも仲いいよね。石橋さんも、うん、休みの日あったりするんですか。家が近いのでよく会います。あ、そういうことか。今の住んでる家がってことですね、うん、あのよく道端でばったり会う。それはなんか会うというか会っちゃったというか、まあ難しい言い方難しいですけどね。でもそのまま家に行ったりもする。あ、お家にも行くんだ、うん、あ、でもそれツイートで見たな、うん、しょっちゅう会うんで。じゃあ結構郷さん仲いい人いるじゃないですか。で、夜中に今から飲みに来いとか言われることもあるし。歩いて 何分ぐらいの距離。2分ぐらいかな。近いとかの距離じゃないじゃん。隣、ほぼ隣じゃん。たまたまなんだけど
徒歩 1,2 分の距離にいます。それは友達ですね。仲いいですね。嬉しいの？そういうの一緒に飲んだり騒いだりするのは嬉しいんですか？感情的には。どうなんでしょう。まあ楽しくやってますよ。感情は結構ありますか？まあ感情少ないねって中学時代から言われたので中学だから13ぐらいから言われてるってこと、うん、同級生の女の子に小林くんって感情少ないよねみたいに言われたことはありますね。シャイボーイだったわけではない。シャイボーイといえばそうなのかも。なんかじゃあ今もシャイってこと？これ今もシャイなの違うか、それは違うか。おとなしかったかな。おとなしかった、うん、高校時代は麻雀やってる以外は何やってるか分かんない人だったし。高校生から麻雀やってるんですか？学校でカード麻雀をやってました。 あるよね、並べるやつでしょ、自分のやつに、うん、それで覚えたんですか？それで覚えて、うん、いつからこのなんかデジタルみたいな麻雀なんですか？いや、麻雀はずっと前からこうですね。昔からこの効率重視、16歳ぐらいから、うん、効率重視の感情少なめみたいな、うん、で、今日はついてねえ、もうダメだとか言ってる友達がいたら、あー、おいしいおいしいと思いながら何言ってんだこいつは。え、その、なんか高い手上がったやったーとか、今日はすごいトップが取れたやったーとか、もうそれは多分あったから。あ、あった？こんだけハマったんでしょうね。そうだ、よかった、うん、そういう時期はあったんですね、うん、今だってほら、4ラス引いて4ラス T シャツ作られても笑顔でいられるじゃないですか、うん、何も考えずというかそれって結構なんか放送対局で4ラス引いたら私結構立ち直れないことのが多いんですよ。別に努力した結果だったとしても、うん、なんかどっか引きずってるけど、うん、それって無駄なこととおっしゃいますよね、その落ち込んでる時間とか。そうだね。そうですよね。あと、まあその麻雀というゲームの考え方でちょっと真面目な話になるけども、放送対局で打つっていうのは勝ち方を見せるというか、内容を見せるものだと思ってるんで、うん、結果は関係ないと思ってるんですね。うんうん、麻雀、勝ち方と負け方を見せるものっていう感じなので。それは分かってるよ。分かってるけど人間だもの。ひなを。え、だってあるじゃん、ほら、なんかさ、急にさ、なんかチラのおじさんにさ、後ろからガンってやられたらさ、もうしょうがないじゃん。え、うん、何って言ってもしょうがないけど、やっぱ痛いものは痛いし、悲しいのは悲しいじゃないですか、うん、痛いなって、以上それ引きずらないでしょ。引きずるよ。引きずる。あと持ちネタみたいな話に使う。うん、そうそうそう。だからむしろ4ラスとか美味しいですよね。言ってましたよね、うん、4ラスが美味しいって、うん、だってあのラス引いちゃいけない天保ルールで、うん、そうですよね、あのルールは。さあ今期も始まります、第1節初日4ラス1人終了これ面白いでしょ。どう見ても面白いでしょ。いやもう涙出るそんなの一生懸命頑張って4ラスでしょ、うん、見失うよね、一度自分を何やったんだっけ。めっちゃ面白いでしょ、これ面白いって思えるのは、うん、私今郷さんのことだから面白いけど、うん、自分のことだったらあんまり面白くない。あと面白かったのね、40択ぐらいの大会で1択だけ放送されたんですね、うんうんうん、で、まあ僕の択で、まあそこでドラをアンカンしたリーチに対して、まあ、チョンボでそのリーチを潰したわけですよ。ゴーさんがですよね。意図的に潰したわけじゃないんだけど、まあ、ロンって言って開けてみたら現物だったんですよ。あ、はいはいはい。これ美味しい。美味しい違いすぎてちょっと分かんない。面白い。今のもうこれたまったもんじゃないの人いますけどね。よりによって40択の中、小林さんは1回戦放送択ですって言われて、分かりました、ありがとうございますって入って、うん、で、まあそこまでトップ目だったのがチョンボですよ。いなくなっちゃいましたね。ねえ